きの家でひな祭りパーティーをやるんだ。みんなでちらし寿司作り楽しみだな。うちにはひな人形が2つあるの。どっちも思い出がいっぱいの大切なものなんだ。せっかく手作りするなら、ちらし寿司だけじゃなくてお吸い物もみんなで作らない？さき、ひなあられ食べ過ぎじゃない？ご飯の前にお腹いっぱいになっても知らないよ。うちにおひな様はないけど、おばあちゃんの家のを飾るお手伝いはしたことあるよ。ひな祭り配信でひな人形をフェルトで作るコーナーをやるの。うまく作れるといいな。3人姉妹ってこともあって、ひな祭りは一大イベントなの。ごちそうが楽しみだわ。ひな様は毎年飾っているんだけど、今年はしーちゃんと一緒に飾れたのよ。嬉しかったわ。今週末、家族でフェニランのひな祭りイベントに行くの。写真たくさん撮らなくちゃ。ひな祭りか。そういえば昔、ビビッドストリートのみんなでひな祭りパーティーしたっけ。エナがいるし、なんだかんだうちも毎年ひな人形を飾ってるんだよな。この時期はよく和楽器の音を耳にするな。あの独特の音色もトラック作りの参考になりそうだ。もう少し右、いや左か。よし、新旧どちらのひな人形も綺麗に飾れたな。あれ、ここに階段あったっけ。と思ったらひな壇だった。で、毎年よくやっちゃうんだ。せっかくのひな祭りだし、ネネロボにひな祭りの歌を教えてあげようかな。やあネネ、ネネロボ十二人絵風にひな祭りカスタマイズしてみないかい？ひなあられ、美味しいし作業の合間につまめていいけど、ご飯の代わりにはならないよね。ミクが折り紙でひな人形を作ったって私に見せてくれた。水木に教えてもらったみたい。ひな人形、改めてじっくり見てみたけど、こんなに細い線で表情もしっかりつけてて、すごいな。かわいいひな壇風ケーキが売ってたから買ってみたんだ。ミクたちにも持っていこうかな。